町田樹は2000年代から2010年代にかけて活躍した日本のフィギュアスケート選手、現在はスポーツ科学者。主な競技実績に2014年ソチオリンピック5位入賞、2014年世界選手権2位、2010年4大陸選手権2位、2013年全日本選手権2位、2013年2014年 GP、スケートアメリカ2年連続優勝。 2006年、全日本ジュニア選手権優勝など、アマチュア引退後、2018年10月まで、プロスケーターとして活動。博士、国学院大学助教、神奈川県川崎市生まれ、愛称は、マッチー。ジュという名前は、大手家電メーカーの CM、この木何の木になる木の、あの木のように大きな存在にと、両親が命名した。 血液型は O 型。広島市立牛、田中学校、倉敷水晶高等学校、関西大学文学部総合人文学科卒業。学士の学位を取得。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科博士、後期課程修了。家族で移住した広島市東区牛田で育つ。高橋大輔に憧れ、その母校であり、通年リンクがある。 岡山県の倉敷水晶高等学校に毎日新幹線で通学し2006年全日本ジュニア選手権で優勝関西大学に進学後2009から2010年シーズンにシニアデビューし2012から2013年シーズンにグランプリシリーズのメダル獲得初優勝を果たす翌2013から2014年シーズンにグランプリシリーズ2勝 全日本選手権2位などの高成績を挙げ、冬季オリンピック世界選手権代表選手に初めて選出された。日本代表の男子フィギュアスケート選手としては遅咲きの選手である。2014年の全日本選手権を最後に競技活動を引退。以降、アイスショーへの出演は大学院における研究活動の一環として行った。また、一大学院生の立場から、 ファンレターやプレゼントの一切を辞退していた。常にカバンに2冊の本を持ち歩く読書家で、その読書経験が反映した独特の世界観やコメント、リンク上での感情溢れる表現力から表情の哲学者と称される。愛読書はドイツの哲学者、ゲオルクビル・ヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルの美学講義。音楽鑑賞、ファッション、お茶、紅茶も趣味とし、 好きなアーティストは M フロー。目標とする人物として、これまでのプログラムを振り付けてきた、ステファン・ランビエール、フィリップ・ミルズの名前を挙げており、自らも振り付けを手掛ける。千葉県松戸市に住んでいた3歳の時、友達に誘われて自宅近くの新松戸アイスアリーナで、スケートを始める。小学4年9歳の時、父親の転勤で、広島県秋郡府中町に転居。 府中町立府中中央小学校を卒業後、両親の勧めで、広島ウィッグウェーブ近くの広島市牛田に引っ越し、練習を積む。広島には、通年リンクがないため、リンクが閉鎖する夏場は、岡山県や山口県、福岡県に遠征した。初めての国際大会は2002から2003シーズンの、フィンランドタンペレで行われたサンタクロース杯。スプリングスクラスで優勝。 2004から2005シーズンにより ISU ジュニアグランプリに参戦。2006から2007シーズン、JGP リベレツで2位となり、初めて国際大会の表彰台に乗る。同年の全日本ジュニア選手権では、初優勝を果たした。2007から2008シーズン、JGP ジョンカリー記念で優勝。2008から2009シーズン、JGP マドリード杯で3位となる。 全日本ジュニア選手権では2位となり、シニアクラスの全日本選手権では7位となった。2009から2010シーズンより、シニアに上がる。3度目の出場となる全日本選手権で4位に入り、バンクーバー五輪選出は惜しくもならなかったが、自身初の4大陸選手権への派遣が決定。その4大陸選手権では、自己ベストを40点以上更新する演技を見せ、準優勝を果たした。 2010年中国杯でのスケーティング2010から2011シーズン初戦のネーベルホルン杯ではフリースケーティングで自身初となる4回転トーループを成功させシニア国際大会初優勝を果たす。しかしその後シニアクラスのグランプリシリーズのデビュー戦となった中国杯では5位に入るも第2戦のロステレコム杯では11位に沈んだ。全日本選手権は 前年より順位を落として6位となったが、アジア冬季競技大会の代表に選出された。アジア冬季競技大会では、ショートプログラムは2位と検討したが、フリースケーティングで6位と崩れ、総合4位となった。4月に行われたトリーグラフトロフィーでは、ショートプログラム、フリースケーティングを通して、すべてのジャンプを成功させ、総合優勝を果たした。 2011から2012シーズンよりアンソニー・リューにイ氏アメリカ・カリフォルニア州レイク・アローヘッドのアイス・キャッスルへ練習拠点を移し大学を休学して挑んだしかし連覇を狙ったシーズン初戦のネーベルホルン杯を怪我で棄権する初出場した NHK 杯では7位クロアチアで行われたゴールデンスピンではフリースケーティングで 全てのジャンプを成功させ優勝した。全日本選手権では4位となり、4大陸選手権への派遣が決まった。4大陸選手権では、ショートプログラムは、クリーンで完成度の高い演技で、自己ベストを大きく更新して4位につけるも、フリースケーティングで崩れ7位に終わった。2012から2013シーズン、初戦として、オンドレネペラトロフィーに出場し優勝する。 グランプリシリーズは、スケートアメリカと中国杯にエントリー。スケートアメリカでは、フリースケーティングと総合得点で、自己ベストを更新し3位、グランプリシリーズ初のメダルを獲得した。続く中国杯では、ショートプログラムと総合得点で、自己ベストを更新して、グランプリシリーズ初優勝。またそれにより初のグランプリファイナル出場を決めたものの、ファイナルは最下位の6位。 全日本選手権も9位に終わった。ソチオリンピックで5位入賞。ソチオリンピックで火の鳥を演じる町田2013-2014シーズンより、コーチ陣に大西勝隆氏を加え、練習拠点を米国から大阪に移した。また体幹を強化するため、木村正宏トレーナーの下で体幹トレーニングを行う。かつてフィギュア種目だった表情で課題の図形通りに、 滑る正確さなどを競う規定種目を重視し、基本練習を行い4回転ジャンプの精度を上げた。スケートアメリカでは、ショートプログラム、フリースケーティングともに、自己ベストを大幅に更新する演技で、自身2度目のグランプリシリーズの優勝を飾った。続く、ロステレコムハイでは、ショートプログラムは2位、フリースケーティングでは1位となり逆転優勝。 二年連続のグランプリファイナル出場を決めた。グランプリファイナルでは、ショートプログラムでジャンプのミスが影響し6位。フリースケーティングでは、自己ベストに迫る得点を出すも、総合4位に終わった。全日本選手権では、ショートプログラム、フリースケーティングともに、すべてのジャンプを成功させ、非公認ながら、自己ベストを大きく上回る得点で、総合2位となり、 自身初の全日本選手権でのメダルを獲得。同時に、ソチオリンピック、世界選手権の代表に、それぞれ初めて選出された。その後、オリンピックでは帯同できるコーチの人数に制限があるため、メインコーチを、大西正隆氏に変更し、アンソニー・リュウ、シンアングモリとの指定関係を解消した。2014年2月開催のソチ五輪団体戦は、 男子シングルのフリースケーティングに出場し、3位。個人戦、男子シングルでは、ショートプログラムで、ミスが出て11位と出遅れたものの、フリーでは4位と大きく挽回、五輪メダル獲得はならなかったが、総合5位入賞を果たした。世界選手権で、銀メダル獲得同年3月、日本、埼玉市で、開催の世界選手権では、ショートプログラムで完璧な演技を披露し、 自己ベストを大幅に更新して首位に立った。フリーでもほぼミスのない内容で自己ベストをマークするも、波乳譲るにわずか0.33点の差で惜しくも逆転されてしまい、総合2位に下がったが銀メダルを獲得。さらに日本男子シングル史上初となる世界選手権でのワンツーフィニッシュを達成した。2014から2015シーズンは、 初戦のスケートアメリカで2位に30点以上の差をつけて優勝。スケートアメリカに連覇で GP シリーズ4勝目を挙げた。2014年前日本選手権で4位に入り、2015年世界フィギュアスケート選手権の男子シングル、日本代表に当初2年連続で選ばれた。だが町田は日本代表選手発表の場で突如自ら、 全日本選手権を持って引退することを本日決断しましたと世界選手権への出場自体と同時に現役を引退することを電撃発表した。これに伴い世界フィギュア選手権代表選手は町田から村高人に変更された。プロフィギュアスケーター、振付家として今後も研究活動の一環としてアイスショー等での演技や 創作活動を必要最小限の数の舞台において経験させていただきたいと考えておりますと言及した現役引退発表から4ヶ月後の2015年4月プリンスアイスワールド横浜公演にゲスト出演この際一大学院生の立場からファンからの花束手紙プレゼント等の一切を辞退すると表明した以来大学院での研究活動の傍ら プロフィギュアスケーターとして、プリンスアイスワールド、カーニバル、オンアイス等のアイスショーに出演し、自身振り付けによる作品を披露。学業専念のため、2018年10月6日のジャパンオープン及びカーニバルオンアイス出演をもって、フィギュアスケーターとしての25年間のキャリアに幕を、下ろした。二千十九年十月十四日に、新書館より、作品集、そこに音楽がある限り、 フィギュアスケーター、町田樹の奇跡が出版された。2021年5月14日に、新書館より、作品集ブルーレイ、表情の舞踊芸術、町田樹振付、自演フィギュアスケート作品プリンスアイスワールド、映像集2013から2018が発売された。関西大学卒業。2015年4月に、早稲田大学大学院スポーツ科学。 研究科修士課程へ進学。2017年3月に修士論文、著作権法及び産業論から見たフィギュアスケートを早稲田大学へ提出し修士の学位を取得。同年4月から同大学博士後期課程、2020年3月終了。博士の学位を取得。博士論文のテーマはアーティスティックスポーツのマネジメントに関する。 学際的高級の可能性、フィギュアスケートを基軸とした創造と教授の文化、経済学、アーティスティックスポーツの研究に取り組む。専門分野は、スポーツアーツマネジメント、身体芸術論、スポーツ文化論、文化経済学、知的財産法。2017年度、日本体育、スポーツ経営学会最優秀発表賞、文化経済学会。 日本大会優秀発表賞。2019年度、早稲田大学、浜野義雄記念報奨。2020年度、日本知財学会優秀論文賞。日本体育、スポーツ経営学会学会賞。2018年4月から2020年9月まで、慶応義塾大学環境情報学部非常勤講師、法政大学スポーツ健康学部非常勤講師。 2020年10月より、国学院大学人間開発学部、健康体育学科助教。学級活動と並行して、コラム執筆、アイスショー解説等の社会活動も行っている。継承プロジェクト過去に振り付け、披露された演技を別のスケーターにそのまま継承していくという、新たな試みに取り組んでいる。第1弾作品は、ジュ部、スケーターは、田中刑事。 2014年スケートアメリカ金、メダル2014年世界フィギュアスケート選手権、銀メダル2013年スケートアメリカ金、メダル2012年中国杯金メダル。ありがとうございます。